特に見るとこないですもんね。ないんですよ、ね、牧師散々やってますもんね。ギャグ満載でお願いします。ギャグないっすよ。ギャグないですか。ない言うても出てくるんでしょ。いやないっすよ。じゃあ行きますね。はい、今日はね、面白い車が試乗できると聞きまして、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。はい、ほいで今日担当していただくのが営業佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今あのね、ボッツさんね、面白い車って言いませんでした。あ、言いました。言いました。はい、面白くないっすよ。面白くはないですか。別にね、ノアボクシーとかとね、何も変わらないんで。なるほど。何も面白くないんですけど。ほんまですか。じゃあその辺をね、まあ、ちょっと乗ってみて。そうですね、見ましょうか。突然ハードル上げられたら困っちゃいますよ、ね、困っちゃいます。はい、まあ、とりあえずね、とりあえず乗ってみましょうか。ほいじゃあ、ほいじゃあ行きましょうか。ほいじゃあ行きましょうか。どこ行きます。どこ行きましょう。いつものあ、これしかも安全装備ついてへんやつやね。ついてないやつですか。ねえ、ついてない。ここの右でレード下のやつですね。ということはほんまになんもないです。ほんまなんもないですか。はい、どうします。なんとか無理やり無理やり、はい、何を、例えばこれエスクワイアってね、はい、そもそもどういうコンセプトで作られたんですか。ノアボクシーってご存知ですよね。もちろん。はい、アルファードもご存知ですよね。はい、その中間。あ、そうなんですか。っていうなんかイメージらしいですよ。ノアボクシーと同列じゃなくて、はい、ちょっと上、兄貴分みたいな感じ。そうですね。で、アルファード、もう一個何でしたっけ。ベルファイア。あ、ベルファイアの弟分みたいな、ま、そうですね、中間的な車ね。ボディサイズはノアボクシーと一緒なんですよ。あの、見ていただいたら分かるよね。シートがレザーになってたりとか。これ、あ、そうか、一番これ下のグレードっぽいですよね。そうですね、ベースグレードなんですけど、レザーシートっていうね、っていう、まあ、ちょっと、なんて言うんでしょう、ラグジュアリーですかっていうんですかね。まあ、この辺も革張りですもんね。そうですね、まあ、この辺って言っても多分見てる、見えないですけど、ここ、ここね、ここですよ。これハイブリッドですか。知りません。違いますよね。これ違いますね。でもエンジンは今切れてましたね、止まってる間は。ああ、アイドリングストップついてるんですね。なるほど。まあ、ちょっとだけエコーですね。ちょっとだけ。ちょっとだけね。じゃあそのさっきの話なんですけど、ノアボクシーより値段は高いんですか。ちょっとそうですね。若干高い。ちょっと高め設定ですね。ちょっと交差点なんで。じゃあ、そうか、値段的にも、アルファードとかよりは下やけど、そうです、まあ、ノアボクシーに毛生えたぐらいなんですけど、その中間をっていうね、イメージにはなってないですよね。どうなんでしょうね、これ、うん、ノアボクシーの A グレードを買うのと、うん、同じぐらいの値段やったらそっち買いますよね。ですよね。まあまあまあね、ベルファイアとかね、アルファードってまだまだ上ですけど、金額的には。なんで、まあ正直あんまり売れてないですよね。あ、そうなんですか。 あんまり売れてないですね。あら、そんな言っちゃっていいんですか。まあ、僕トヨタちゃいますから、ね、あ、そっか。ちなみになんかね、あの、確かな情報じゃないんですけど、はい、なんかノアボクシー、このエスクワイア統一されるみたいな話もちらほら聞いたり聞かなかったりなんですけどね。その3車種が。そうですね、噛んでましたね、今ね。今噛んでましたね。三車種になってましたね。今運転がね、運転が必死で。もう一個右カントね。車種主車種言えますか。車種主車種ですね。あ、ちょっと苦手っぽいですね。ちょっと苦手ですかね。やばいですね、バレましたね。今マスクしてるかわかんないですけど、ベロ短いですね。あ、かもしれませんね。そうか、ほな、ノアボクシーがなくなるかもしれないと。ですね。エスクワイアと含めて。うん、またね、こう軽くね、こんな言うててもあかんのかもしれないんですけど、そんなんないでとかね、言われたらあれですけど、まだ正式発表はされてないですよね。ですよね。で、まあ、そういう噂があるぐらいに聞いておきましょうか。そうですね。これあれですか、はい、佐藤さんの極秘情報というか。いや、そんな情報も出たらね、もっと堂々と言いますけどね、はい、あ、そっか、うん、なるほど、あくまでも噂レベル。そうですね、っていうふうに今のところ巷の噂として聞いていただければ。ただ、じゃあこれ名前もなくなっちゃうんですかね。それとも1個残してその名前に集約するとかね。うん、そうね、そこは僕もちょっと分かんないんですけど、はい、まあね、名前は多分統一してグレードでこう分けていくんだろうなって思うんですけど、まあ、確かにノアとボクシーっていうのは、
もう基本一緒なんですよね。顔とお尻がちょっと違うだけですもんね。もう中身は一緒なんですよね。全く一緒ですね。ここも中身一緒ですよ、はい、これも中身一緒、中身一緒ですよ。あ、ただその内装がちょっと豪華やいうぐらいで、あ、顔をね、顔がね、顔はだいぶあの、ね、日射種とは違いますけどね。ちょっとあのアルファード寄りというかね、ジャギですね。ジャギです。ジャギです。あ、ジャギね、はい。もう皆さんジャギ分かりますか？ジャギ分からんのちゃいます？はい、検索してください、はい、いや、検索はするとこれ止められるから、あ、ダメなんですか？これ終わってから検索してもらいましょう。あ、なるほど。ジャギね。もう年バレますよ。え、そうすか、年バレますし、暴れてるんですか？ちょっとね、シート下がんないかなと思って。なるほど、ちょっと狭い。これ以上下がんない。目いっぱいですね。目いっぱいでしたね。足長いから。いや、足は長くないんですけども、お腹が疲れたら嫌だな。あ、なるほど。これなんと、肘置きありますね。肘置き2つありますね。見えてないですけどね。ここですよ、ここ。あ、見えました、見えました。ここね。あ、これね。だから2人にあると、2人ともに、はい。これいいですね。いや、確かに、あの、これがベースグレードなんやったら、内装すごい豪華やなとは思いますね。いいですよね。うん、なんかね、豪華さ求めるんやったらやっぱアルファード行ってもかなっていう気は、確かに、ね、しますよね。もしくはボクシーノアの最上級のグレードでもええかなような気はしますよね、うん、ちょっと中途半端ですよね。確かに。なんかね、だからね、はい、今日声張って喋れないんですよ。はい、うん、思んないから。思んないでしょ。いや、でもね、じゃあちょっと無理やりでもええとこ探しません？見つけてくれるんですか？ね、もうとりあえず僕、うん、ステップワゴン乗ってたんで、ちょっと前までこのミニバン乗りやったんですよ、だから懐かしいなっていうのはあります。で、ね、このフロント、ガラスがでかい、でかい、視界がいい、ミニバン全般ですね。そうですね、全般ですね。ちょっと苦しいですね。なんかあるでしょ。ほら、これがでかい。まあ、オプションですけど、ね。これオプションですか。ですね、あら、はい、で、オプションつけんかったら、はい、ちっちゃいですか。まあ、そうですね。あの、7インチから11までを入るようになってますけどね。じゃあこれはベースグレードのオプション、はい、オプションで11インチですね、この大きさはね。なんかないですか。ここ開けたらなんか出てくるかな。全く見えへんなって。カメラからしょうもない小ネタですね、これ ね、小ネタにもなってない。そうです、はい、これカットされる恐れもありますけどね。思いますか。見えるところでやるって難しい。そうです、なんもない。確かにね、リアクール発見。お、普通ありますよね。あ、そっか、だいたいありますよね。そうか。ジャギに話戻します。ジャギ行きますか。ジャギで盛り上がりましょうか。ジャギで盛り上がりますか。北斗の拳誰が好きですか。いや、あのね、誰が好きっていうのはね、あんまないですかね。ああ、そうなんですね。ちょっとね、あんまり、まあ、もちろん見てますよ、はい、見てましたし、漫画も見ました、まあ、一通り漫画を読みました、うん、特にね、思い入れがね、ないですね。ほんまにないですね。僕がこのエスクワイアの説明してるのと一緒ぐらいのイメージですね。そうですね、はい、もうノアでもボクシーでも一緒やと、はい、なるほど。誰でもいいかなと。ちなみに佐藤さんは。僕ね、シーンとサウザー好きですね。あ、うん、まあ、ベタっちゃベタですね。そうですね、まあ、シーンとサウザーですね。サウザーね、はい、まあ、あの、まあ、ベタですよね、まあ、敵役というか、うん、悪者やけど、ちょっとね、最後かっこいいというか。そうですね、かっこいいですよ ね、まあ、なんかこう北斗の拳のね、出てくるこう相手方ってみんななんか抱えてますよね、まあ、確かにね、うん、だから全員まあすごいなって思うんですけど、はい、ジャギ抱えてないですね。ジャギは抱えてない、ね、抱えてないですね、はい、ただの卑怯者ですね。そうですね、まあ、ということで、ね、ジャギです、はい。これが終わったら、お後がよろしいようでね、ジャギを検索していただいて。ありがとうございました。ちなみに北斗の拳で散々名前流れてましたけど、それは問題ないですか。それは問題ないです、ね、問題ないですか。あの、北斗の拳をポンと出したりすると問題ありますけど、うんうん、多分ね、トーク中はもう問題ない。トークは大丈夫です。で、例えば僕が似顔絵描いてそれは大丈夫なんですけど、どっかから引っ張ってきてそれをバーンと出しちゃうと、いろいろ問題がなりますね。でこの間、このココアのマジ、あれ大丈夫ですか。あれぐらいはいいんちゃいます。いいんですか。あれぐらいは、まあ、お菓子なんで、最近ちょっとドキッとしましたね、あれね。
ここの街だったから。そうですね。ああ、よかった。エスクワイアなんか、ないですよね。なんもないです。ないですね。じゃあ、とりあえずジャギで締めましょうか。ジャギしか喋ってない気がしますね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もう終わるんですか。もう終わります。もう終わるんですか。もう終わります。もうちょっとジャギ談義で。あ、ジャギ行きます。あ、わかりました。もしかしてね、ジャギ好きな人おるかもわからんから。はい。でも、ジャギ話して言われても、ない、ね、困りますよね、ないですね。ジャギのいいとこを見つけるのってちょっと難しくないですか。ジャギのいいとこね、そうですよね、ないですね、いいところね。じゃあ、まあ、もし、はい、北斗の拳大好きで、ジャギのこと好きな方は、ジャギのこんなとこかっこいいよとか、コメントをいただきましょうか。あ、そうです ね、こちらの方へ。こちらはないですけどね、この動画にコメントください。じゃあ終わっていいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。なんか全然レビューしてないですよね。もう市場はこれでいきましょう。ただのドライブですよね。そうですね、しゃべくりの。だからもうこれは、おっさん2人がドライブしてるだけの動画にこう寄せていきましょうか。その方が楽でしょ。楽ですね。